コムソモリスカヤ・プラウダ、コムソモルスカヤ・プラウダ、または、コムソモリルスカヤ・プラウダは、1925年創刊の、ロシア語の日刊新聞。1930年5月23日付け込む、ソモリスカヤ・プラブダ紙面1925年3月13日、ソビエト連邦の共産主義、青年同盟中央機関紙として創刊された。 1980年代半ばの発行部数は1000万部で、かつてはマラダーやグバルジア出版書を有し、コムソモーリスカやジーズに死や書籍も発行していた。1990年5月には1日の発行部数が2197万5000部と日刊新聞として世界一を記録した。1991年9月のコムソモール活動停止解散後、 改革派の独立詩として発行されている。1995年には154万部。2011年8月29日、衛星テレビコムソモリスカヤ・プラウダ解説。本社所在地はモスクワ。コムソモリスカヤ・プラウダ諸島の地図コムソモリスカヤ、プラウダ諸島一地図クラスのヤルスク地方北端、北極海に望むコムソモリスカヤ・プラウダ諸島は、東上にちなんで名付けられた。 ありがとうございます。